チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナーがやってまいりました。はい、今夜のお客様はね、はい、琴姫とすごい気持ちが合うと思うのね、はい、なぜかその赤を着てらっしゃるんですね。はい、そうですね、今日はね琴姫も今夜赤を着てるんですけどね、はい、すごいですね、これ感情突き刺し系シンガーソングライター、はい、ママダユウさんです。こんばんは。こんばんは。刺してやろうかママダユウでございます。よろしくお願いします。さすがありがとうございます刺されてみたいね。可愛い刺されてみたいですね。いや、あのどうしてね、はい、あのこういったそのキャッチコピーをお付けになったの。はい、そうですね、うん、これは私がつけたというよりは、ええ、音楽活動を し始めた頃に、ええ、普段はアコースティックギターをで一本で弾き語りをしてるんですけど、ええ、その頃にお客さんから今日も声や歌が突き刺さったよ突き刺さったよっていう風にすごい今日も刺さりましたっていうのをすごくいただいて、ええ、じゃあもう突き刺し系シンガーとしてやっていこうって言って、はい、突き刺し系ですよ。突き刺し系です。大好きさんどうですか。いやもう声が力強い多分そういうところなんだろうなっていう感じがしますね。もうそうかもしれないですね。なんかお客さんにやっぱりその日のその、まあ、夜ライブのその時間でたくさんのことを感じてほしい。心のこう表面じゃなくて階層奥の方にもこうずさっと残ってほしいという気持ちはいつもあってやってますね。あのエネルギーを感じますね。そうですね、感じてくださいこのママダユウさんという名前はこれはあのちょっと変わったお名前でいらっしゃるわね。そうですね、私も今までに本当に 2、3人とかしかお会いしていない、もう親戚しか知らなくて、うん、ご本名ですか。そうです。すごいですね、うん、すごい。地元茨城でも、うん、周りにはもう親類しかいなくて、ただ隣の栃木県にママだという子は、うん、土地名が少しあって、まあ遡ったら私地主のもしかして姫か何かみたいに調子乗ってるぐらいですね。そうかもしれませんよね、はい。どうしてあのこの芸能界というかシンガーソングライターになられたんでしょうかね。なんかきっかけがあったんですかね。そうですね、やっぱり歌うことが子供の時から好き で、うん、でただ高校の時にあの高校に通いながら実はちょっとこうサボったり不登校になったりした時期があったので、その時にこう気持ちだったり心の整理だったり不安みたいなものに苛まれ始めた時に、それまでは漫画とか絵を描くことが大好きだったんですけど、そこにこう自分の感情が投入できなくなっていって、こう歌うこととか自分の気持ちが乗せられる曲をいっぱいいっぱい探し始めて、で自分でも表現したいと思って歌を、まあ、歌手をそこから目指し始めましたね。じゃあの漫画とか絵も上手なのかしら。まあ、上手ってほどではないですけれども、やっぱり子供の時は大好きでいっぱい描いてましたね。いや琴姫あのママダユウさんのあの絵を見てみたいですね、漫画とか。本当ですか。もう 今でもこうたまに、あでも歌詞とか作品を作る時になんかイメージを伝えるのでこうザザザと描いたりはしますね。はい、どんな絵なんだろう。そうですね、うん、意外とポップです。そうなんですか。めっちゃ可愛い、うん、ね、いやでもあの、ね、コロナの話題になりますけど、まさかこんな世の中になるなんて夢にも思っていなかったじゃないですか。全くそうですね、活動はやっぱりリモートでなさってらっしゃるの。去年の春の時にもうコロナがこう蔓延してしまって、緊急事態宣言1回目になった時とかは全国ツアーを実は始めたばかりだったので、これからどうなるんだ。もうライブハウスが軒並みやっぱ休業してしまったので、
どうなるんだっていう時に無観客のライブをしてつないだりしながら、あとはガイドラインにのっとってこうお客さんの制限したりして、それでもこうどうにかどうにか手探りながら続けてはいます ね、 ね、早く、ね、元の世の中に戻ってほしいですよね。本当にそうですね、皆さんもなんかこう不安とか混乱、そうどうなるんだろうっていうものに苛まれてるのがやっぱり自分もそうですけど、いたたまれないというか、そうです、ありますね。さしてやろうかってさっきおっしゃってましたけど琴姫さん渋いですね、これいいですね、いや大好きです。いやそれであのコロナがね一掃されたらすごいいいと思うんですよね。あ、そうですね、もうその感情を突き刺す気持ち、じゃあ早速ね、あのママでゆうさんの感情突き刺し系っていうのはどういう音楽なのか聞かせていただきましょう、何から聞かせていただきますか。そうですね、では私が3年前に出しましたフルアルバムが女女女女というアルバムがありまして、その中からぜひ曲を聴いていただきたいです。五反田城お願いします。誰でも
五反田城ママダユウさんでお届けいたしました、はい、いやすごいものを聞かせていただきました。どこら辺がすごいですか？深い雨イソジンの味、うん、そこですか、いいですね。やっぱ感受性が高いですね。いや毎日イソジンでうがしてますから。そこなのか。琴姫さんも使ってるよってことで、じゃあそこ引っかかってくる。これってママダさんどういう時に曲できます？そうですね、うん、ほとんどが自分のやっぱり体験だったり、あとは誰かの話、誰かがこういうことがあったとか、うんうんうん、辛い体験、喜んだ体験とか、そういうものがやっぱり多いですね。じゃあ五反田で何かあったんですか？五反田は実は東京、茨城から東京に出てきた時に一番最初に住んだ町が五反田なんです。そうなんですね。で、こう大学があったもので五反田っていうのを何も知らないでその近辺に住み始めるんですけど、こんなに夜のこうゴテゴテして、そうこうきらびやかなんだけれどもすごく怖くて、こうギトギト汚かったりっていうのが混在してる街だったの知らなかったので、知らないで行ったら歓楽街だったってことですよね。そうです、まさに歓楽街。今だいぶ五反田も変わりましたけどね。変わりましたよね。少し去年五反田にまたこう散策してた時に、やっぱり変わったなとは思うんですけど、ちょっと一本、それこそ歌詞にもありました、一本路地を入ると知らないおじさんに遠くから声かけられたりはちょっと怖い面もありますけどね。ね、人から聞いた話とかご自身の経験からっておっしゃってますけど、急にこうポッとできるんですか、それとも書き溜めていったりするんですかね？そうですね、やっぱり自分はこう面倒くさがりだったりサボり性なところがあるので、やっぱり CD を出すとかライブで発表するみたいなこう機会があるときにそれを目標に作るっていうのはあるんですけど、でもそれこそ映画とかを見て感情が揺さぶられた時とかに、ああ自分の体験とこう重なって言葉だったりメロディーがっていうのは多いですね。そうなんですね、じゃあ映画も好きなんですね？大好きです、最近見た映画で感動した映画ありますかね？最近はもうネットフリックスとか、アマゾンプライムとかいろんなもので配信の定額サービスとかでは見てますけど、最近はそうですね、今更なんですけど、アルパチーノにハマりまして。かっこいいですもんね。かっこいいです、かっこいいです。アルパチーノっていう俳優さんがなんか、なんとなくいるような、なんかすごい人なんだろうなぐらいにしか知らなかったんですけど、改めてハマってしまいまして、ゴッドファーザーシリーズを全部見、いやかっこいいですよね。そうです、今見てもめちゃくちゃかっこいいんですよ ね、 ね、そういうのを見るとやっぱり自分も女心が刺激されたりとか。じゃあママダさんの好みはアルパチーノなんだ、今。そうですね、はい、ね、そうなんですね。ところでね、令和三姉妹っていうグループ作ってらっしゃるんでしょ？はい、そうなんです、ね、3人で結成しまして、でママダユウさんと、それからこの間お越しくださった中村ピアノさんと、去年リモートで出てくださったんですけど、三好誠司さんとで、そうです、ね、令和三姉妹、どんなことするんですか三姉妹で？実はこの三姉妹で、その全国ツアーを去年から回ってるんですよ。さっきおっしゃってたのね。そうなんです、それでその中で3人でそれぞれのステージをしながらではあるんですけど、このコロナの状況とか、でライブがなかなかこれからどうなるんだろうってこう不安の中で、去年の春に皆さんの思いとか、言葉を募集して、それで1曲作って、それをこうが形になりながら、じゃあ私たちっていうことでユニットで令和三姉妹ってこうユニットがこう形になっていったっていう経緯があるので、今はもう残りの全国ツアーを全うすることと、そして出来上がったその曲を元にいろんな人に会ったり心に届けたいなっていうのがありますね。この令和三姉妹さんはきっとなんかすごいパワーで、そうですね、ユニークなお歌を聴かせてくれるんですよね。そうですね、楽しそう、はい、これ実は来月発売になるんですけれども、みんなの旅みんなの歌という曲が、そのツアーの中で皆さんと一緒に作った曲がありまして、それが2月の17日にリリースになります、全国リリースになります。そうなんですね、はい、
今早々とねここでいただいてるんですけど、はい、リリースするまではまだねお聞かせできないんですけどね。そうですね、うん、これ派手で楽しそうですね。はい、ジャケットは全部ツアーの中で私たちがステージだったり、思い出の場所で撮った写真が散りばめられてますね。本当になんかこの1枚があれですよね、こう聞いてくださってる皆さんとも一緒に作ったっていう、本当にそうですね、1枚ですよね。こういう体験は今までしたことがなかったので、まあコロナの中でなんかできた幸せの一つではありますね。本当になんかもう写真が本当に先ほどもおっしゃってましたけど楽しそうな写真が多くて、はい、嬉しいです、うん、これたくさん人が写っててね、はい、そうなんです、うん、三姉妹のいろんなシーンが映ってます ね、ちょっとオフショット的なものもあって、そうです、いいですね、はい、かわいいですね、皆さん嬉しいです。でママダユさんはこれからどういう風なアーティストになっていきたいですか？そうですね、それこそあのみんなの旅みんなの歌で、その体験したようにやっぱり自分一人の思いだけではなかなか曲っていうのは作れないので、誰かの体験とか誰かの思いをこう鏡のように合わせて曲作りしていったりライブをしていくっていうのはなんか自分のこう使命のように感じたので、そういうことはずっと続けていきたいと思いますね。あのぜひね頑張っていただきたいと思いますよね。あのすごいママダユさんって りりしいね。そうですね、うん、女の子なのに。そうですか、そうですか、そうですね、凛々しいですよね。あのもっとねたくさんママダユさんの楽曲をね聴かせていただいて、彼女の精神世界をもっと覗いてみたいですね。嬉しいですね、絵も見たいですね。ポップな絵ね。それではねもう一曲聴かせていただこうと思うんですけど、これはどんな楽曲ですか？はい、はい、これは吉川みなみという曲なんですけれども、これは実は埼玉に吉川みなみという武蔵野線の JR 武蔵野線の本当に駅の名前が、あ、わかりますか、はい、埼玉県出身なので。あ、そうですか、嬉しい、はい、そうなんですね。そう聞いたことあるなと。本当ですか。実は新駅であまり知らない方も多いんですよね。なんですけど雪が、2年前、3年前かに雪がすごく降ってしまった日に、あのライブに行かなきゃいけないので、もう始発同然に初めてその時武蔵野線に乗って、で出会った駅が吉川みなみという駅で、そこから女の子の名前みたいだなっていうところから、自分とまるで女の子に恋するような物語がブワーッと広がってできました。あ、そうなんですね。はい、いや、あのすごくいいお話だし、いい発想だと思いますよね。それではね、今夜は、ママダユさんにお別れで吉川みなみを聞かせていただきますけど、また近々ね、はい、番組に来てくださいね。ぜひ。今夜はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではママダユさんの楽曲で吉川みなみをどうぞ。君が吉川みなみ、
敵な映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。